プロフィール写真撮った？撮った。ねんねんちゃんの YouTube で見たよ。どうでなんか、なんか瞑想に入ったみたいな感じ。そう、瞑想でも見たい、見せて。ちょっと待ってね。初これ、これこれこれ、わーかわいい。待って、これもかわいい。前髪あった時のナナちゃん初めて見た。そう、私昔は逆に前髪命で、その後に2年生はこれ。全然違う人。髪の毛、そう、ちょっとなんかかっこいい系の。私2年生は撮ってなかった。あ、ほんと？普段はそういう被写体とかはやってて、うん、その時に撮ってもらった写真をプロフィール写真として使ってた感じ。うん、校内オーディションってあったの？校内、何に使う？こう、学生しか出れないオーディション、外部の事務所の方に見に来てもらって、うん、そこでいいなって思った人がいれば、うん、そのままこう、うん、あ、それはあった。あったんだ、うん、じゃあそういう、なんでしょう、イベントみたいなのあった、うん、ステージに立って1分間自己 PR みたいな。ステージはなかったんだけど、でもあった、教室とかで。そう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 、私1年生の時あの受けて2社、うんうん、2つの事務所が声かけてくださったんだけど、うん、なんかナレーションとグラビアアイドルの、うん、あるある事務所アイドル、いや、うん、ちょっと違うなって、うん、もう嬉しいけど、あの髪があるんだけど、うん、こうこの人に会いたいみたいな、うんうんうん、髪を貼られるんだけど、自分の髪で本当に何も貼られてない人も いたんですよ、うん、え、それみんなが見えるの？いや、なんでしょう、後からこう一気にみんなに配るんだけど、なそこで泣いてる人とか、やばいやばいやばい、ちょっと残酷すぎない？残酷、やば、やば。だから私はまだいい方っていうか、ね、うん、2社だけなんだけど、ないよりはいいでしょみたいな感じで、ね、じゃあその1分間 PR の時何やってたかまだ覚えてる？まず中国語でバーって喋って、うん、でその後に日本語で先ほどこういう自己紹介しましたっていうのをやってみて、やってみてって言われて、いやでも、え、あの受かったやつの方がいいの？めちゃぶり、そうそうそう、めちゃ受かった。え、なんか毎回違うやつやるの？それともそうだね、だって持ちネタとか、そう、あの持ちネタではないんだけど、うん、でもなんかその先生によってやっぱりその毎回聞くとさ、そうそう、あのクラスメントとかね、同じこと言う人がいるんじゃん。まあ、この方から見ると初めてかもしれないけど、うん、なんかうちら受けてる人から見ると、あ、前も同じネタだなっていう、別に悪いことじゃないんだけど、うん、でもそれをなんかみんなが飽きないように、ここはこう言うようで、そっちはこう言うよみたいな感じのではやってたかな。受かったやつ、受かったやつ、何言ってたっけな。まあ、大家好、我叫来自台湾的高雄，今年32岁。那么呢，我的兴趣是唱歌、捐血，还有一个人去旅行。那平时的话就有在做翻译的工作。那希望将来也可以，就是以我的日文能力，能够在声优以及就是台日交流的关系上，可以有一些帮助。皆さんこんにちは。と申します。先ほど中国語で、自己紹介をさせていただきましたが、こういったことを言わせていただきました。まあ、私は、台湾の高雄という南のところから来たので、すごい暑さが大好きな32歳です。はい、で、そうですね、まあ、あの今事務所とかにもし入れるのであれば、その今自分が通訳の仕事もしながら日本と台湾の間の架け橋になれればいいなと思いますので、よろしくお願いしますみたいな感じかな。あ、なるほど、忘れてたわ本当に。じゃあ、いや、私もちょっとちょっと一回思い出す、思い出す、恥ずかしい。今のナナちゃんの気持ちちょっと分かった。ちょっとか。さあさあ、いきます。皆さんこんにちは。マンゴータピオカ小籠包が有名な台湾から来ました、と申します。私は、中国語、台湾語、日本語、英語、そしてフランス語ができますので、今からこの5つの言語を使って、私の大好きなものを紹介したいと思います。ではまず中国語。我愛大咪咪。2つ目台湾語。ドアネワション愛。やば。次英語。I love big boobs。 やばい、ほんとやばい。フランス語。ジェムレ・クロさん。はい、
以上、おっぱいが大好きなでした。いや、え、大丈夫、NG出てないの？はい、私はちっちゃい頃からアニメが大好きで、声優を目指して日本に来たんですけれども、今後はこの語学力を生かして日本の声優業界で活躍していけたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。いや、すごい。聞いて聞いて、大丈夫かなって思うんだよね、うんうん、これ言ったら基本受けてくれるの。まあ確かに。いや、でも受けてくれると受かるっていうのはね、ね、違うんだよね。そう、私もなんかね、ちょっと面白いやつとか言ったらさ、すごい受けてくれたので、すごいオーディションの中でめちゃめちゃそのお偉いさんと話がめちゃめちゃしてたのに落ちてたっていうこともある、ね、受けてくれるけど、いや、これは受かるのは限らない。そう、しかも最後に落ちが来るっていうのが、そう、すごいね。これはある授業の先生からのアドバイスなんだけど、うん、私はその時なんか自分は5つの言語が話せるのと、うん、おっぱいが大好きっていうのを別々で言ったんですね、うん、でその先生が、そんなに言語が話せるんだったら、その5つの言語でおっぱい大好きが言えるようになったらより印象に残るんじゃない、うん、っていうのを先生からのアドバイスをいただいたから、やってみたらめちゃくちゃ受けてくれて、それをもう持ちネタとしてやってました。だからもうまず恥ずかしさとかそういうのじゃなくて、とりあえず覚えてもらおうっていうのを確かに。そう、